ありゃ先客だ。その切り株に剣を刺したのは君？やっばいよ、そういうの。私たちも前にひどい目にあったんだよね。ちょっと飛空艇を落としただけで魔物に囲まれちゃうし、不審者ってそれを食べちゃうくらいでっかいトレントに追われることになるし、全部パパリモのせいなんだけどさ。違うクポ、この人じゃないクポ。クポロコップ、この人知ってるの？この前、チョコボキャリッジでご一緒したクポ、覚えているクポ？どう？やっぱおかしい？さっきと同じ。この場所のエーテルはかなり乱れている。しかもごく最近に。クポロコップの言うように、君がやったんじゃないとしたら誰がこんなことを。国営の森は5年前の第7連載からこっち、こういうことに敏感なんだよね。だからエーテルが乱されると、ほらね、こういうことになっちゃう。
疲れのクリスタルを手にし者よ。星の声を聞く者よ。我が名はハイデリン。星の秩序を保っていた断りは乱れ、世界は今闇で満ちようとしています。闇は全てを蝕む、全ての命を奪う存在。闇に屈せぬ光の意志を持つ者よ。どうか星を滅びより救うためにあなたの力を。光のクリスタルは闇を払う力。世界を巡り光のクリスタルを手に入れるのです。あなたの力。エーテルにでも酔ったかい？急に倒れ込んでびっくりしたよ。なんじゃこれ。イクサル族の軍長クラスだ。こいつの仕業か。しかしこんなところにまで侵入してくるなんて、何者かが先導してるって情報は本当かもな。こちらはポカリモ。そう、大丈夫？エーテル酔いはもう覚めた？軍長クラスだ。あ、そうだね。エスミアに協力を促しておくよ。なんだ？大きなクリスタル？何の話？了解。更新終わり。グリダニアにいる角巫女とのエスミアンにこのことを知らせてくれるかい？僕たちは一度報告に帰るよ。わかったクポ。それじゃあ僕たちはここまでだ。そこの剣を引き抜いて錬兵所の人に届ければ何かわかるかもしれないよ。じゃね。あれ、もしかしてさっきの冒険者、クポロコップのこと見えてた？今さら？さあどうだかね。じきにわかるかもよ。いろいろとね。いろいろか。私も気になってることがあるんだけどね。深いね、その言葉。お前が浅いんだよ。